ロームズミルはイングランドで初めて運営に成功した製紙工場。この工場はダービーのダーウェント川の中州に建てられた。ジョン・ロームは1717 17年にピエモンテを訪れ、イタリアのフィラトヨ及びトルチトヨという製紙機械の設計を移し取り、数人のイタリア人職人を伴ってイギリスへ戻り、この工場を建てた。建物はジョージ・ソロコールドが設計した。 ロームズミルはトーマス・コチットが1704年にダービーのダーウェント川西岸に建てた工場の隣に建設された。この地点には川をせき止めるダムが作られており、工場は中州の下流側に建てられた。その中州は3つの穀物工場の水車の放水路と川を隔てるような位置にあった。ダーウェント川は流れが速く、かつロンドンとカーライルを結ぶ道路がここで川と、 交差していたため、ダービーは幼稚だった。この工場は、イングランドで初めて成功した製紙工場という点で重要であり、おそらくは、世界初の完全機械化された工場である。1704年に、トーマス・コチェットがダービーに建てた初めての工場は失敗していたため、ジョン・ロームは1716年にピエモンとの成功した製紙工場を訪れた。これは、 産業スパイの初期の一例である。彼はそこで学んだ知識とイタリア人の一団を伴ってダービーへ戻った。彼のイボ兄のトーマス・ロームはジョージ・ソロ・コールドに工場の設計を依頼し、それに新しい機械が収まるようにした。この工場はコチェットの工場の南に建てられた。トーマス・ロームは彼が使う正式の設計を保護する14年間の特許を得た。 サルデーニャ王はこの挑戦に不快感を示し、機械に適したキートの輸出を停止した。6年後の1722年にジョン・ロームが不審死したのは彼の指図ではないかと言われている。事業は兄のトーマス・ロームが引き継いだ。特許が1732年に執行すると、ストックポートとマックルズフィールドに別の工場が建てられた。1739年以前に、 自動化されたイタリア式工場の北に自動化されていない豪年史工場が建てられた。ロームズミルは1739年にトーマス・ウィルソンへ売却され、この時の目録は現在も残っている。工場の当初の部分はわずかしか残っていない。文献によると、工場は長方形の5階建てとして計画された。高さ17メートル、長さ33.5メートル。 幅12メートルである。屋根にはわずかに傾斜が付けられた。フランドル済みのレンガ作りであり、ダーウェントガーの流れを妨げないよう渡された石造りの連続アーチ橋場に建てられた。光年式は2フロア分の高さで1階の床に深々と固定された。繰り返し式は上3フロアに設置された。すべての機械はソロコールドが 国外に作った可車式の水車から動力を得た。この水車は直径7メートル、幅2メートルあった。その心軸は1階の軸穴を通じて建物内へ入り0.45メートル四方の垂直シャフトを動かした。これがさらに建物の幅いっぱいに伸びた水平なラインシャフトを動かした。トルチトヨとフィラトヨはこの軸から動力を得た。垂直シャフトは 上3フロアまで届き、繰り返し機を動かした。機能を取り回すため工場は温める必要があり、このことについては、1732年の記録によると、この工場では暖房を巡らせるため動きの蒸気エンジンが使われていた。階段の柱は19.5メートルの高さだったが、その配置は不明である。フロア間で、どのように2の上げ下げを行っていたかについても記録が、 ない。建物の主要部分は3階の高さで、長さ42.4メートル、幅5.5メートルである。各フロアは、合年始工程で使われ、306台の合年式機があった。絹は、様々な種の回顧が、天然に産生する繊維である。1700年の時点で好まれたのは、ゴンビックス森が、作る絹で、本来はその幼虫が閉じた繭を作るために使うもので、ある。 これらの幼虫はイタリア産のクワの葉の上で飼われる。カイコが作る絹のセニーは幅5から10マイクロメートルで角が丸い三角形の横断面を持つ。この繊維はフィブロインというタンパク質からなり、セリシンというゴム状のタンパク質によって眉に固められる。眉は採取された後、相位をくぐらせることによってゴムが溶かされ、一本の糸として風に巻き取られる。 カセはまとめて梱包され、工場に運ばれた後で大まかに次のような工程を、経る。ソーキングカセを水につける。繰り返しからカセを乾かして、キートを引き出しながら、ボビンへ巻き取る。インソロイ、ゴ合シボビンから引き出した糸を揃えて並べる。可燃、年始からそれらを一束にまとめ、よりを加えて一本の絹糸にする。年始工程を指して、スローイングと呼ぶこともあるが、 話し言葉では、ソーキング以降の工程全体を指して講義に、スローイングと呼ぶこともある。剣士はよりの強さに応じて3種類に分けられる。横糸に適した、ノーツイスト、取り回ししやすいようわずかによりをつけた、トラム、さらによりを強くした手糸に適した、オルガン人の3つである。1七百年時点では、イタリア人の年始校は、ヨーロッパで最も熟練した技術を持ち、 また繰り返し工程に使うフィラトヨ、高年始工程に使うトルチトヨという2種類の機械を開発した。1487年に描かれた人力の回転式繰り返し式の絵には32本のツムが付けられている。外部からの動力で動かしたフィラトヨの最初の記録は13世紀から見られ、最も古い絵としては1500年頃のものがある。フィラトヨとトルチトヨには、 中心軸に沿って交互に回転する円形の枠が組み込まれていた。その互いの回転速度によってよりの強さが決まった。絹は温度と湿度が高くなければこれらの工程でうまく取り回せない。イタリアでは日光が温度を上昇させたがダービーでは工場に暖房を用意しその熱をまんべんなく送る必要があった。ロームズミルの基礎上に建てられた。 ダービー産業博物館。工場は幾度も人手に渡り、また幾度も改築されたが、姿を変えながらも現存し、ダービー産業博物館として修復されている。エクセター橋の近くでは、ジョン・ロームのレリーフ彫刻を見ることができるだろう。ありがとうございます。